熱海市では今日から新鮮な海の幸が食べられるイベントが開かれています。熱海市で開催されたのは地元で採れた海の幸が堪能できる熱海お魚フェスティバルです。今年は新型コロナの影響で規模を縮小していますが、会場では魚介を中心とした出店が並び、その場で浜焼きも楽しむことができます。訪れた観光客は潮風に当たりながらお腹いっぱいになるまで新鮮な海の幸を満喫していました。やっぱ美味しいね天気はいいしね、もう穏やかでこの炭火がね最高なんだよねこのイベントは熱海市にある親水公園で明日も開かれる予定です。